こんばんは、マオです。今日は7月7日の七夕です。ということで皆さんにこれ短冊願いを書いてもらいましたんで、ちょっと失礼ですけども覗いちゃいましょう。はい、こっち来て。はい、まずはこれはね、痩せたい、頑張れ、はいはい、実績あり、何のでしょうねこれね。はい、バルログ以外も使いこなせますように、うん、努力が必要ですね。はい、対策済みなもんで、じゃあ俺はその上を行きますもんで、はいね、はい、エボ2017で優勝したい。これね、行くまでにお金かかるから結構大変だよこれね。はい、マオだけはやる、やらせねえよ。スト5やりたい、裏切り者ですねこの人ね。あとで始末しておきましょう。はい、紐になり、これはまあ見なかったことにしておきましょうね。はい、東西線の参加者が増えますように、プリンス。プリンスがこんなこと言う、これはちょっと病気ですね。あとで病院連れてきましょう。はい、ビッグになりたい、うん、書いてる時点でもあなたはスモールです。はい、会社辞めたい。今辞めるとね、ちょっと不景気なのでね、まだね、辞めない方がいい。努力した、努力してまだ残った方がいいと思いますよ。はい。はい、次で。東西線が続きますように。うん、ありがとうございます。はい。お金持ちになりたい。マオ。ちょっとこのね、子供っぽくてごめんなさい。でもね、これもね、大事なんですけどもね。もう一つ。ね、感じたものは私のナンバーワンですね、これ。はい、これ。ゲームを認めてくれる嫁が欲しい、マオ。うん、これね、切実なる願いです、これは本当に。ね、これだもんで、ね、一番上に、一番最初に、ね、はい、一番上にね、よいしょ、飾っちゃいましょう。はい。で、終わりかな？何？お前も何？飾なんか、かけたいの？なんだよ、貸してみろよ。ん？スペースシャトル、塩釜口店、スーパーストリートファイター 2X 東大戦？うん。どうぞどうぞ。はい、おはようございます。第19回、シャトル東大戦始まりました。今日は私、スタート、なんと伊藤先生が、はい、日本唯一のプロ、一つのプロ、伊藤先生でございます。お金はもらってないですよね。いや、そうですね。将来的に、私が少し稼げるんだと思います。さあ、今、1人目は、ズッキーニさん、バーサスからお越しのズッキーニさん、ありがとうございます。はい、SB なんですよ。今日、ズッキーニさん、中野、中野 TRF から、シノンさん。青い球の方がシノンさんですね。シノンさん。はい、SB の方がズッキーニさん。はい、ズッキーニさんとズッキーニさん、一緒の位置ですね、SB。確かに。違うっすね。うん、俺もなんか、2人いるんだと思いましたね。さあ、投げて。S 流対 X 流ですね。これはちょっと前死ぬくない時は、まあ、とりあえずは、まあ、さあ勝利出れば勝手高的な感じの展開ですね。プレッシャーワールド出ないですか。そういうことでございます。ここはなるほど、下の方は勝手なかった方の勝つと、パロリオカル。さあ苦しい状況の時代も始まりました。まあ一発で仕返したんで、とりあえずは画面中央に戻りたいなと。そうですね。はい、ということで3段決まらず。さあまだ逆戻りですね。さあ定位置に戻された感じになりますが、あのロケッティアが強いですよね。そうですね、あのロケッティアが速い。ダイヤシからどう思えば投げで決まる。強気の投げで決まりました。強気に開幕波動。開幕波動いきましょう。そう、すごい。飛ばれたらどうするんだ。知ったことで開幕波動って感じで、その辺が強い。さあ、最強は出ないけど、お互いジャンプダッキング応酬。その打ち合いを制するのはどちらか。とりあえず、を吐き出せないことには。さあ、ここでやった。さあ、形勢逆転か。波動、そして巻きが見えない。久しぶりに久しぶりだ。波動の隙が小さいです。本当だね。勝ったな、ズッキーニさん。はい。はい。2戦目は、チャラ王さんのブランコですね。2人目はチャラ王です。このブランカ強いですからね。さあ永遠の初段チャラ王。さあさあ、下手したらエグゼムよりきついぐらいの。どうなんでしょう。全然知らないんですけど、ま
とりあえずは、あ、待って、ちょっと、今度は味噌だぜ。ちょっとごめんなさい、田淵です。さあ、ここでね、ペラニスさんが多分、あ、失礼、マオさんが多分、素敵な編集を施してくれてると思いますので。ええ、なんかブツブツ言ってますから、元世界チャンピオンが。さあ、シャンプー、軌道狭いよ。さあ、入る、入る、綺麗。さあ、これはきついぞ。さあ、スネークアッパーが挟んだの、綺麗ですね。期待してな。さあ、一発動かして上り。ここから逆転するのはちょっと厳しいな。さあ、こっから、さすがに、レスリーだとちょっと辛いのかな。テキアウトで。さすがに、偉いですよ、ね。さあ、チャラ男のアメヨが決まって。ラウンド1、はい、はい、始まりました。ズッキーさんですね。ズッキー。バーサス、バーサス、じゃあ中野ピアノですから、ここすぐ。中野ピアノって言ったら、北斗の拳の聖地です。あ、そうなんですかね。いや、わかんないですけど、その、バスケのプロの方がいっぱいいらっしゃる。何でもやってあげる。さあ、来てる間に、さあ、チャラ男のめくりが決まって、一本取ってる。俺の首。チャラ男さん乗り出したか。さあ、ズッキーさん。とりあえず、一緒しましょう。さあ、チャラ男ノリノリだね。ノリノリですね。こういう時が怖いですよ。うわ、ロケットやがって。もうなんか体力に任せて暇なもんでって感じで。さあ、暇なもんでローリング。最後は削りで勝ったのはチャラ男さん。暇なもんで。はい。ラウンド1、ベソジルさん、3人目ベソジルさんですね。7時間バルログで7時間目に入ったらしいですね。どうさあ、ゴロゴロ、さあ2段決める。これ意外と今チャラ男はやるしかねえ的な感じの紙で、これちょっと暴れないと死んじゃうな。捕まると、まあやるしかねえということで、あれだけと欲しいですだから、そこに行くためにどうやってしようか。耐久がちょっと課題ですね、これね。さあ、一瞬で持っていった。まあ、ヨガスタのようで、見せ場あったということで。ラウンド1、はい、はい、次は、ワニケさん。さあ、ホンダ対、ブランカは確か、圧倒的にホンダなんですね。まあ、ちょっと、もうこのぐらい体操ってさ、ちょっとおつやかなという。画面。リードしてしまう。それこそそれ以上にブランカはきつい。確かにですね。まあ後ろだって若干若干と思いきや前にどんどん出てくるぞと。チャンスはアジのチャラ男ブランカ。倒しに来てくれるだけチャンスがあるが。そうですね。耳が痛いですね。僕はよくそういうことをさあ、攻め切ったね。ワニケイさん攻め切ったね。それはそれでやりにくそうですね。はい。さあ、チャラ男、一方落としができなかった。ヨーロッパ削り。わーっと、一応、大一応決まる。そして、今日は、相打イコール削りがあるから、クコール、めっちゃ削るんだけど。さあ、ローニング、寝そぼれだ。さあ、水上からやるしかねえ。やるしかねえ。やるしかねえ。おぉ、さあ、タイム入れ替えて。わー、ここは、張り手で移動、そっから大一応。テクニカル、テクニカル。はい、次は、ニーティー側、グッサン。最近は少し頑張って、少しずつ強くなっていくグッサンですね。さあ、クロディは地上戦のやる的な感じの。そうですけど、グッサンは、どちらかというと、何でもありのオールラウンダー。確かにね。そっちの方が、まあ、柔軟でいいと思うんですよね。さあ、さあ、だから、展開にはきつい。さあ、どうする、やはりこうやくぐられちゃったということで、ワニケさん1本先取。出ない、出ないが、まあとりあえず OK でしょ。足からもう届いてない、それも出ない、それはしょうがないね。しょうがないです。さあ、ここはもう意識を張り直して、男子マリアナ、ここ意識ちょっと遅れてますね。頭突きを食らった、やばいぞ。カードを使わせて、やろう、あと半分で入れない、あるない、ちょっと硬いか、グッサン。シングルが当たったのがちょっと気まずい、気まずい。ワニケイさんが乗っている、あっとガード、返せないなら出し続ける、これ対戦の基本。勝ったな、ワニケイ。はい、次は、
やべえのベイヤー君ですね。直本の避けとかもうなんか相変わらずよくベイヤーブルームですね。余談なんですけど、彼が本当にやばい天然少女、やばい、本当にやばい。ベイヤーって言ってる間は天然では待っても出る、天然でも出る。僕はね、彼はね、宇宙昇竜拳だと思ってるんですよ、本当に。まあそこはね、スターさんの相変わらず被害妄想で。いや、とにかく何でしたっけ、出るんだよね。そこはね、あの、意識見ると多分出なくなります。だけど、地上はさばけない。勝ったのはアディゲー。はい、2ラウンド目。はい。これはどうなんでしょうね。やっぱ、ほんときついですか、ね、普通のほんとは。まだもう昇竜拳考えたら。やるしかないらしいけど、張り手に割り込まれる。あー、やるしかねえ、昇竜も返される。さあ、どうする、さあ、どうする、本当にやばいのか。やべえ、叫んでいる。やるしかねえぞ、これ。おーっと、昇竜、セーブ、やるしかねえ。その後、バックジャンプ、雨よろし、昇竜が出る。さあ、打って、打って。やるしかねえぞ。あー、勝ったのは割り切れた。やりきれなかった感じだね。いい感じで一瞬体が進んですね。はい。そうですね。まあ、丸山さん中に。丸山さん中にですね。さあ、着実に東西線参加数とともに実力も上がってきている丸山さん。確かに最近強いですよね。そうですね。非常に丸山さん楽しそうにね、対戦をやってね。そうなんですよ。彼氏が笑ってる時以外見たことないですよね。いいね。いい笑顔で。うん。ゲームは楽しい、その通りだ。本当そうです。癒されますよ、ね。さあ、声を伝えて、マイトビー、マイトビーは戦列でしのぐ。さあ、返せないならいつまでも出そう、100巻落とし。これがやばい。どうなるか本当に。やばいよ。さあ、チラシから、や、冷静に強いだ。おー、背中に投げを、これは防いでしまう。背中に出た瞬間からもう投げは成立しないんだよ、確かね、これね。はい、どういうことあ、ほんとほんと、投げ抜けしてるのはしゃがみ台形、前で台形で、投げ抜け兼空中の空中みたいな、なんかそういう感じが、うん、なるんですよね。怖すぎですね、相変わらず。いえいえ、全然知らないですよ。昔なんか、なんかやられたんだよ。そうだね、経験そっからしてるんだね。中二階層諦めたよ。落ち着いてる。さあ、どうだ。これ捕まえれば本題ですからね。これぐらいタイムの場合はまだ、まだいける。最後に下がるまでになんとかしたい。それは前よりもあれだったけど、現地選手したのが、まあ、まあ、効率ばっかり言ったらあかんですよね。そうなんですよね。さあ、返せねえなら100巻落とす。僕からもったいないという声が聞こえてきた。気にするな、そうだ。そうですね。削って、削って。割り勝ち切ったのは丸山さんの丸山さんの勝利。はい、出てきたのは、前回無双した沢田さんの X テミ。はい、7人、8人。あー、僕ちょっと分かんないですね。これでも正解は見たんですけど。なんか、えらいことやって、うち大将を負傷まで持って帰ったな、思います。これやる前に、その沢田さんと話したんですけど、ちょっと弱気な発言で、ね、ちょっとなんかあれだったんで、もっと強気に行けと、ちょっと軽く吹きさせておきました。調子乗らせておきますので、増長させないように。間違いないですよ。さあ、丸山さん、踏んで、スローキックはしたる。小さなキャンプ。おー、強気なんだと、おー、当たんない。さあ、読んでいたが、先に着地していた。いや、はっきり美しいね。美しいかどうかわかりますか、ね、ハッケンかっこいいでしょ。準備はかっこいいなんですか。準備は戦略客はかっこいいですけどね。いや、それ借りたがりだけど倍速したことないけど、相当手に負えないスパコンの一つがあるね。まあ、そうですね。さあ、さあ、小刻みにバックナックで最後まで意識の振り方が本当にうまい。さあ、さあ、空中落とし、裏回る。これは持っていった。ワンで奥で投げに行く。前回の勢いをそのままに。まあ、勝つ。ね、投げて勝つんだから投げに行かないとあかんさね。そうですね。この思い切りの良さが沢田さんのいいところですね。まあ、さあ、でも先週の引き続き、好調か、これは。本当そうです。キャミーのいいところを生かしている。回されると本当怖いですよね、受ける側は。マジックポイント使って勝ったらね、マジックポイントの方が弱いんだけど、今日はね、マジックポイント大事になってるね、これね。あったのは沢さん、さあ、無双は始まるのか。はい、出てきたのは、ミヤミヤさんの X 流です。前回同じチームだったんだけど、まあまあ、宮島のルール、宮宮か、失礼。宮宮のルールは、まあ丁寧に地上からハド打ってハド打って落として、っていう感じの。なんですけど、なんかアブレッシブさを持っ
ているって感じで非常にやりにくい竜ですね。僕は竜と会ってからいい感じですからね。結構別に全然悪くないですけど、この丁寧さが好きですね。さあ当たりは勝ちだよと、投げないかって構わんよと、おにぎりでフィニッシュ。あの勢いを止めることができるのか、皆さん。さあ、沢田は近づけないと。まあ、そうですね、キャミーはそうですね。そこへ、どういうふうに近づいていくのか。いろいろしか振ってるんですけど。さあ、3段下部。そして3段打ち返し。あったのは宮宮さん。あれキャンセル遅いの。はい、出てきたのは、レジェンド。さあ、今回のチームリーダーでございます、私たちの。全員で一になるために、一つを続けている男が、一体いつになったら伝説になるのか。早く伝説を見せてくれ。なんでレジェンドなの？伝説になるためです。え、なるための準備なの？何の伝説を作られてるんですか？いや、俺もなんか、モニターが、エネルギーがさ、レジェンドって紹介されてすごい俺も困って、俺も一緒のこと言えないんだけどさ、僕も出会った時にもうすでに伝説になったんですよ、彼は。そうそうそう。でもね、分かんないんですよ。さあ、レジェンド打ち返し神宮になるための神宮が下がった。さあ、よく分かんないけど、レジェンドコンボ真空系勝利の、そして本人は網戸の調子に乗っているが、相手は組み合わせどうするか。さあ、非常にね、これ、対照的な組み合わせ、プロスタイルですけど、これは勝ち切ってこそ伝説ですから、ここでレジェンドを勝ち切ることができるか。伊藤さんってさ、同キャラって得意な？いや、僕は知らないカードはとことん弱いから、別に得意じゃないですけど、ね、同キャラはね、どの組み合わせも、まあ、ザンザンとかちょっと面白いかもしれないけど、DJDJ とか DJDJ も結構面白いですよ。いや、面白くないですよ、多分。あれは面白いです。あれやってないから、ね、いやボンちゃんとやるとすごい楽しいですね。まあまあ、今はやっぱ、それはメインキャラの誇りがあるからって、なんだろう。誇りがある。まあ、誇と誇りぶつかり合いで、まあ、僕が大体負けるんですけど、やりたくなくても、それは大会前だったらバイソンやりますね、みたいな感じのがあるけど。まあ、バイソンはちょっと大味すぎますね。あー、ガイス！さあ、押しだ。タイプの押し。終盤はガード。さあ、ガード。さあ、よし。さあ、時間もたっぷりお互いあるぞ。どうしたらいい？難しい。前は通る。いつかできない攻防が続く。さあ、このお互い打つが。さあ、どちらが？伝説の真空が始まった。ランも届かん映像的なところで台無し。さあ、はい、始まりました。さあ、竜同期の届きも続きますね。後藤竜代表格となる終わりの竜、はい、最近動きキレキレなんですよ、彼ね。なんかね、本当にすごくなんか以前はなんかこだわりがあってやらなかったことも思い切ってやってきた上に基本がすごいんで、やっぱり、ね、やり込みも大事だけどね、そのなんていうの、幸福度っていうかね、充実感も違うでも、それも今のその生活に入ってからもしばらくなかったんですよ。もっと最近なんですよ。なんかむちゃくちゃキレてるんですよ。確かに。もっとなんか強い系っていうのがいいですね。はい。生活も充実してるんですよ、彼。そうなんですね。でも、今と同じ生活の時でも動きが全然違うんですけどね。なんか意識改革したのかなって感じで取れるような。なんかね。全然違うんですよ、本当に。僕も知ってる、ごちそうさま。本当に。認めるよって、なんか、すごいライバル意識のあるような。いや、そんなことないのよ。何言ってる、後藤さんが大好きですよ、僕は。もう。いやー、そして、その、後藤君を倒した、どうしたらいいの？レジェンド真空見てから言ってた。真空、今、見てから。レジェンド真空ですよ、これ。本人そういえば見てから言ってましたけど、このアプリしたら意外と見てからじゃないかもしれないですよ。じゃあ、先行的な感じなのかな、もしかしたら。まあ、おしゃれいいんだ、おしゃれ。それはわかんないですよ。意外と分かんないですから、まあ、当たったの見てからずっと言っていいんだよ、とりあえず。まあ、そうですね。さあ、後藤さん丁寧に、壁橋、ドボン、シャイニングガード。さあ、後藤さん、大会大事にやってるね。大事に仕込まれた。だから分かんない。さあ、どうなる？まだ分かんないぞ。しかーし、シンプル取られた。とりあえず打っちゃえ。当たれば見てからだ。よし。さあ、上は離れている。さすがに、川内の。さあ、これは苦しい。これ、後藤の得意な。あ、負けた。あ、ラッキー。これが大会。あ、勝ったの後藤君、さすがの貫禄です。プレッシャーが中小度を差し返せないんだよね、これが。はい、出てきたのは、教授の X ダルシム。この人も、最近、すごい頑張ってる。
本当なんか小宮沢さんの大好きな楽しいですよ。楽しいよ、面白いね。やばいやばい、楽しいよ。バイソンになるし、いや何を言ってるの。もうダルシムを見たらバイソンに入ってますね。何を言ってるの。とりあえず真空溜まって、どっちも溜まったけど、せめて思ってるのは竜、真空止まっていると意外とダルシム、まあやること限られるんですよね。手足伸ばすだけど、もう何もなっても死んじゃうぞ的な、触れば死ぬぞって。わー、ショーツラル真空くぐれなかったんだね。これを今日本当の見てから真空か。いや、はい、違うな、それは。それは違うんですね。昇竜。この昇竜が後藤君、今までの後藤君ないんですよ。まあ、ゲージ回収でもらっとけ的なファイヤーだから、まあいいよ。さあ、たまったよ。さあ、真空があるから、ダルシムはちょっと。あー、カウンター。しかし、まだ体力が全然ある。さあ、丁寧に取り返せるか。やるしかねえ、やるしかねえ。なんだよ、インフェルノがある。さあどうする。うわー、あれはすごい。ラインが出なかった感じだ。なるほど。はい、デイカのプリプリちゃんの X チュニーです。プリチさんの X チュニー、リュウチュニーね、個人的に興味深いんで、楽しみである一戦です。最近はもうリュウ専用ガイドとして、なんかもうガイルしか使ってないイメージがありますね。でも最近東大戦見るようになってからなんかどう、何でしたっけ、フリップ。でもなんかちょくちょく見ますね。あ、本当に、おっと、力技が持っていった。ゴディゴディ投げる。あ、頼むぞプリさん。もし理想だったら投げろ的な感じなのがチュンリーではありますね。チュンリーを投げつくですからね。そうなんだよ、その接戦になるとやっぱその投げが本当に優秀ことになるので、最後はそこが見るの難しいのがある。だから同じタイミングでもそこはどっち言うかっていうと超微妙ですよ。チュンリー、チュンリーなんだろうな、投げて死ぬんだみたいな感じが。そうなんですよ。で、暴れたら中弦と入れられて大変なことになるんで、おっしゃいました。さあ、投げは大阪によって、お父さんのお箱ですね、あれは。うえぇー、天使は届かぬ。そして投げから投げる、投げ返す。あ、分かんないぞ、シンプがある。あの、ランドンか。このミスが致命傷になるか。あ、どうした。あ、立ち上げやらしいね、届かないんだ。届かない。うわぁ、カードアップから投げ。そうなんですよ、強い人には一回そのチャンスを与えちゃうともうまくられちゃうんで、はい、これがプレッシャーなんです。あそこで殺したガンマだったら死んじゃうよ的な感じなんですよ。生き残らせたら大変ですから、特にマオバルなんか生き残らせたらもう大変なことになりますからね。ゴキブリ並みの生命力で、まず負けますよ、ね、何もいいと。さあ、勢いが完全に入れ替わりましたね、これは。そうですね、それを見事に打ち返すことができるのが、プリちゃんの X チュニー。ああ、でも、頑張ろう。ああ、リバーサー投げ。投げ間外したつもりが入っている。入って、では、入ってできたのが、負傷の伊藤 DJ。さあ、なんか、サクッと投げて滑舌の悪いプリンさんですけども、お願いします。よろしくお願いします。よし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 。はい、外径刺さって刺さってって感じで。さあ、後藤はハードを連打しまくる。伊藤は、さあ、伊藤までガッサンが入ったらしい。さあ、スライダーが入らない距離と見切って、通常大きいじゃねって感じですね。まず一本は、こっちやな、やっぱ。そうだ。左肩が抜く。マジか。どんどん近づいていく。しっかりと落として、さあ次しない、上は通さない。うわ、見てるな、ちゃんとドバッとめくって、まだ見寄らない。次のチャンスは下段から、投げ切る、投げ、マジで力強いですね。はい、はい、次は副将ヒデイチュンリー、ヒデイチュンリーさんではないんですけど、8番手です、8番手のヒデイチュンリーさんです、はい、中村さんです、ね、はい、中村さんです、はい、はい、ヒデイチュンリーは、さあどこまでヒデイのか、伸びは許さない。さあ、ノリノリスライディング、前は通さない、戦列重ねる、終わる。まあよくある積みパターンですけど、しょうがない。伊藤先生頑張って。やばい、いらんの、やばい。はい、伊藤先生、やばいと言ってます。さあ、飛び込みが投げ。さあ、めくりから、めぐる。垂直から、はい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 。さあ、スパコンないからもう一回めぐる。
さあ取り返した伊藤プロ。ラウンド3ファイト。あ、今飛行機強気に打ってくる。飛行機を取って。ダウンしちゃった。無理やり前に歩いてますね。そうね、ジートに直して気持ちも取り直して、いやいや勝てないものキャラクター。さあ中立へ、なかなかお互いきっかけがつかめないっていう感じですね。そうですね、このまま時間だけ経っちゃえばいいようできないのチュンリー側のポジションかなと。おお、通信量、そしてさあ飛び込んだが暗い投げ、ひでえ順に。はい、出てきたのはスターさんのバイソン、敵を取ってくれ。さあ、クリさん専門なんで、これはどういう流れなんですかね。やっぱり寄せつけないようにして前列を貯めてバイソンを動かすって感じですかね。どうやってまずゲージを貯めるか。さあここで戦列が決まった。痛すぎる。まあ、お互いやっぱりゲージが欲しいんですよね。はい、まあ、そうですね。で、ダウンをする、チューニングがダウンしてしまうと、飛び込みがやっぱり投げられるっていうのが、はい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 、はい。なので、あまりダウンをせずにどうゲージを貯めるか。まあ、そうですね。バイソンがどんなキャラでもやっぱりダウンさせられると怖いですから。そうですね。やっぱり、お互い結構突っ込んでいくようなタイプなんで、はいはいはい。噛み合うと、あっさり終わっちゃう。終わっちゃいますね。よく見ますね、大会動画で。あーブランドが刺さった。さすが本家バイソン。やっぱり近くなりすぎると戦列点で張ってても押さないんですよ。もう先に上位昇格してしまって、こうなるときついですよ。投げられるんですね。下を張っちゃうと上を通される。はいはい、なんとか跳ねて、あー動いたところでイメージ、めくり出しキック。勝ったのはスターさん。はい、出てきたのは伝説のお二ちゃん、はい、リュウダイさんです。僕の大好き、僕に大好きなカード、それをどう裁くか。ちょっと二目くりに行くと思わせたのスーサイヤーをガード、鎖骨のガード、これがすごい。さあ、こうなるときついぞ。うわーっと大事絡みついてる。シンコガール刺して相手の、おっとヘッドで三角読んでいるがガールサイダー、ガールサイダーサブクレが刺さった。今日2発目、2ラウンド目、開幕は逃げ、あれが確かに言うわよ、かなり安全なんで、そうですね、見てからもう出し合ったら突っ込まないと。ただあれを読まれると一気に端っこ行くっていうリスクもあるんですけど、まあバイソンも毎回逃げられないんで開幕はね。おぉ、仕込みだね。さすが、おぉっと、でかい球、うぅー、開いた。うわー、待ってからの、勝ったのはスターバイソン。はい、ラスト。元世界チャンプの、マオさんです。さあ、いきなり主導権を握ったのは X バルドかと思いきや、スターさんがしっかりと対処を、つかめた。さあ、端っこの地獄の端っこで、おっと真ん中に進みました。わー、反転クレイジー、うわー、強気だ。やばい、よいし、うわー、手振らないぞ。うわー、まだ分かんないぞ。うわー、さすが、あそこはちょっと待っての投げ。一本目取ったの投げですね。投げはやっぱり魔王のお箱ですから。おー、強気のフラーです。勢いのあるスターさんを止めることができるのか。まあ、お姉さん負けてますからね。負けてますね。最近よく負けますね。おぉ、さあ、また味を締めてもらえない。おぉ、攻め返した。さあ、流れが悪くなるぞ。こうなるともうバルドは苦しい。さあ、石のクラス何が起こるかわからない。バルログ。うぉ、お互い何かが見えてる。あー、プレッシャーでミスった。さあ、ギアでいいですね。さあラスト、はい、でも笑っても最後、おっと何を見ます、一口半分大感なんだ。あれは勢いある、投げ返した、あーっと真央さんがまさかの逃げ。さあ分かんないぞ、
全然わかんないぞ。はい、第19回東西戦はいかがでしたでしょうか。ズッキーさん、ズッキーニさんでいいのか、まあいいか、うん、ズッキーニさん、遠くまでわざわざありがとうございます。翌日もロケに協力していただいてとても楽しかったです。また東京でお会いしましょう。もし皆さんもロケに参加したいという方がおられましたら、はい、ツイッターに連絡してください。常に募集していますよ。はい、そして来週は記念すべき20回目、はい、そして3連休の方も多いのではないでしょうか。期待と不安を半分半分で、皆さんの参加を心よりお待ちしております。そしてさっさとスターさんに負けたことは忘れたいと思います。それでは皆さん、また来週お会いしましょう。じゃあね。